あ、こんばんは。そちらにアルバイトのことで、募集のことで電話を入れさせてもらった、栗山と申します。はい。そちらで、こちらのアルバイトのその一時のそのあれが決まった時にだと思うんですが、そちらからもう一回確認のために私の方に連絡を入れていただいたのかなと思って、なかなか電話出れなかったので入れていただけたのかどうか、その確認のために連絡入れさせてもらったんですが、こちらに連絡していただいたんでしょうか。すみません、お電話番号間違えてませんか。え、電話番号ですか。いや、間違えてないです。そちらに連絡入れて、アルバイトの人員のことで、そちらでアルバイトを募集してないかという、そういう連絡入れたことがあったんですけど。いつですか。確か先週だと思うんですが、先週の木曜の中頃か、終日の金曜か土曜日あたりだと思うんです。すみません、ちょっと自分も覚えてないんですが、そのあたりの。ごめんなさい、伺ってないです。うちじゃないと思います。ああ、そうなんですか。わ、はい、かりました。どうもすみません、失礼いたしました。はい。はい、こんばんは。そちらにアルバイトの募集のことで電話入れさせてもらったものですけれども、はい。以前そちらでアルバイトのいろいろなことを聞いて、今度アルバイトの面接にあたって履歴書写真など等の説明を聞いて、それで今度都合のいい日にご連絡ということで、なんかそういうことを聞いたので、でこちらの方に連絡の確認がそちらで分かった時に電話入れてくれたかなということの確認、一応こちらからちょっと今入れてみたんですけど、こちらに連絡は入れたのでしょうか、ちょっということでなんですけど。特に新しく入るっていう方もいらっしゃらないですし、面接も最近していないので。ああ、そうですか。そうですか。はい。わかりました。そのことで詳しくなかったんですね。わかりました。どうもすいません。失礼いたしました。ああ、もしもし、こんばんは。はい。栗山ですけど、ああ、どうも、こんばんは。栗山ですけども、そちらに以前アルバイトの募集のことで連絡を入れさせてもらったものの栗山と申しますけども。栗山さん。はい、そうです。で、それでそちらとのその、アルバイトの何か、話が決まって、そしてなんかそちらの方から連絡、そちら、こちらの方に入れていただいたのかなと思いまして、私その時ちょうどなかなか電話出れなかった時があったので、もしかしてと思いまして、ご連絡の方はこちらに入れていただいたでしょうか。すいません、ちょっとわかるものが今不在なので、はい。もう一度、お電話の時間帯は何時ぐらいとか。あ、時間帯ですか。はい。ちょっと待ってください。はい、どうも。突然にアルバイトの募集で、連絡を入れさせてもらった栗山ですけども、はい、どうでしょうか、あれから、お店の方の、あれは、アルバイトの方は、募集はしてるんでしょうか。今、新しい、アルバイトの募集は決まったんでしょうか。あ、はい、今、若い者は、はい、ですので、こちらからもう一度電話します。ああ、そうですか。はい、ああ、そうですか。はい。はい。こんばんは。アルバイトの募集を入れた栗山ですけど、あれから面接の方は合格の方はになったんでしょうか、決まったんでしょうか。すいません、先ほど電話された方ですよね。ああ、ごめんなさい。そうですね。それでちょっともう一度再度気になったので、電話すいません、入れてみましたので。あ、面接そっちで、あれでしたかね、募集してないっていうか、受けてないっていうことだったんでしょうかね。合格、要するにそちらでアルバイトにあたっては、面接は通らないっていうか、あれだったんでしょうかね。うちですか？はい。うちのお店ですか？はい。連絡入れましたか、うちの方。先週、の水曜か木曜日あたりだと思うんです。違ったかな。なんか誰もちょっと聞いてないって言われたんですけど。あ、聞いてない。誰も聞いてないですか。ああ、そうなんですね。はい。